グリーンアートサイドスクリッティ・ポリッティは1977年にイギリスで結成されたグリーンアートサイドを中心とした音楽ユニットの名称である。ユニット名は政治的な文章を意味するイタリア語が元になっており、イタリアのマルクス主義の理論家アントニオ・グラム氏の著作スクリッティ・リエコノミア・ポリティカとリトル・リチャードの楽曲トゥッティ・フルッティを引っ掛けている。 1980年代における最先端かつ最高峰のデジタル機材群を全面的に導入し、黒人的な洗練されたリズムという系ロックが融合したキューピッドサイケ85を制作した。制作当時としては贅沢極まりない最高の機材群の導入で高音質に仕上がっただけでなく、地位検査やエフェクタ等を駆使して細部まで徹底して計算された。 作り込みが行われた。現在に至るまで、この作品で実現された音の新鮮さは失われて、おらず、音楽関係者の間では、新生ポップの基準の一つとして扱われ続けている。1977年、ウェールズ出身リーズのアートスクール学生、グリーンガートサイドが、パンクの DIY 精神に刺激を受け、同級生たちとソロプロジェクト的ユニットを結成。 1982年、ソングス・ト to メンバーでデビュー。グリーンの中性的なファルセットを活かしたソウルフルなボーカルで人気を博し、シングル、スー・イー・テスト・ガールはスマッシュヒットを記録。アルバム自体も全英アルバムチャートで12位を記録した。1985年にセカンドアルバム、Cupid and Psyche 85をリリース、全英5位のヒットとなった。前作は、 アコースティック中心のアレンジだったが、本作ではメンバーも変わりデジタルシンセサイザーでカバーされ、それがきっかけで、後のシングル曲、オーパティのレコーディング及びミュージックビデオにデイビスがゲスト参加した。1988年のサードアルバム、プロビジョンは全英8位を記録し、その後しばらく沈黙を続けるが、1991年に BE カイト組んで、 ビートルズのカバー曲シーズ・ア・ウーマンをシャバランクスとのコラボレーションで発表、さらにもう1枚のシングルを発表し、BE 会のアルバムに参加するなどの活動を行い、1999年には前作から11年ぶりにアルバムアノミーボノミーをリリースして復活活活動を続ける。2006年新作ホワイトブレッド・ブラック・ビアをリリース。 UK オルタナティブロックにヒップホップ、R&B などのテイストを取り入れ、新たな方向性を打ち出す。また同年、日本公演を果たした。ありがとうございます。